はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルービーです。では今回はギレンの野望、青き星の覇者マクベブレイの続きをやっていきたいと思います。前回オデッサ防衛戦、これを切り抜けることができましたので、今回はその続きになります。でまずグラナダのキシリア中将より通信。キシリアは中将になってるんだ。キシリアは少将のイメージでしたけどね。もうこっからは完全に、我々の知っているアニメのガンダムとは別のね、ストーリーを進んでいくと思うので、まあ、キシリアが中将になっていること自体には違和感は特にないですけどね。それでも中将に昇進していますね。オデッサを守り切ったようだな。よくやった。ありがたきお言葉。連邦の大軍を撃破した甲斐があったというものです。そうなるとドズルは中将から階級上がってるのかな。少し気になりますね。さて、では今後の作戦目標を考えていきましょう。で、キシリアから私の直属の部下であるジョニー・ライデン、深紅の稲妻、ジョニー・ライデン隊を派遣することにした。よし、これでジョニー・ライデンをどっか、部隊の前衛に立たせましょう。大きい。ジョニー・ライデンを配備してさらに戦力がねアップしたというものですね。グフシリーズの改良型グフカスタムが完成。グフカスタムはノリスが乗ってたイメージありますけど、そのグフカスタムが完成。武装全面的に見直し、汎用性が向上。いいね。さらにズゴック S 型、これは指揮官機ですかね。さらにゾックが配備可能。重モビルスーツのゾックはどうなんだろう。一機編成なのか三機編成なのかで使えるか使えないかだいぶ変わってきますね。絶大な攻撃力を発揮。これは欲しくなるな。サイド3の総司令部より昇進の通知が届いております。少々に昇進。まあ確かにマクベが大佐から少々に昇進するようであれば、キシリアも少々から昇進しないとちょっと微妙ですもんね。まあ、ただ広告軍ジオン軍は大佐の後順将ではなくて少々になるんですね。連邦軍の場合だとどうなんだろう、順将ありますよね。ゼータガンダムに出てくるブレックスは順将でしたよね。ではこっからマクベは少々召喚に昇進したということなので、さらに頑張っていきましょう。昇進ともに軍団の規模も拡大、7部隊まで編成稼働。お、では現状の報告を受けて編成を行っていきます。オデッサ制圧に失敗した連邦軍は多くの戦力を失い、大抵を立て直すだけで精一杯。そこでこの機会を逃さず我が軍が攻勢に出ます。現在攻略目標として挙げられているのはマドラス、あるいはベルファスト。どちらを優先して攻略するかは幹部会議で決めると。いや、ここはどっちがいいかっていうと、まあ、ベルファストの方が思い入れはありますよね。ホワイトベースが寄港した基地でもあるし、さらに海士殿がね、ミハルと出会ったのも確かベルファストだったような記憶があります。では幹部会議やっていきます。続いてオデッサ攻略の失敗により連邦軍は疲弊していますということで、先ほど見ていただいた攻略作戦、マドラスを狙うのかベルファストを攻略するのか、どっちにするかという採択になります。マドラス攻略作戦とベルファスト攻略作戦、どちらを先に実行するべきか。ウォルターはモビルスーツ配備は急速に進んでいる。敗れたといえその戦力は決して侮れない。地理的に孤立したマドラス攻略をしたらどうかと。一方でユーリーはベルファストだね。ユーリーもウォルターもたびたびマクベの味方をしてくれていた二人なので、どっちに味方するか悩ましいですが、ここは一旦ベルファストにしましょう。で
ビッター、オルター、ガルマが敵か。はい、これは勝利することができたので、次はベルファスト攻略作戦になります。でちなみに分かったんですが、ガルマとマクベは少々に昇進、その他の3名は大佐のままでした。なのでこれによって5人の地球方面軍司令の階級に差がしっかりと出ましたね。左官と小官という差が。ではベルファスト攻略に向けて編成を見直していきます。でその編成なんですけども、まずは補給を受けるにあたってゾック一気編成か。ルーカスタムも一気編成だね。ズゴックの S 型も一気編成ですね。となるとここで欲しいのは、まあ、ゾックはちょっと使ってみたいかな。使える使えないは別にして、でグフカスタムはいらないかな。でズゴックカスタムもいらないので、まあ、ゾックだけ受領しましょう。これで編成を行っていきます。あとジョニーライデンもねしっかり編成に入れていきましょう。ではこれで出撃していきます。ゾックを入れてそこにジョニーライデンを乗せてみました。まあ、どうなるかちょっとわからないですけどね。まあ、格闘が行えるかどうかで、だいぶ仕様が変わってくるかなとは思っています。で、あとは連邦軍の方なんですが、モビルスーツがもう完全に配備されましたね。なので、先制攻撃を絶対に与えられるように、位置取りには細心の注意を払っていきましょう。はい、ローマの攻略戦完了です。ゾック強いですね。格闘は入れられないんですけど、全員立たせておくと敵の格闘をほぼ、無効化してくれるぐらい防御力が高いので、ゾックは一旦前で使ってみようかなと思います。さてマクベのてんいい音色だろが出たところでですね、続きをやっていきましょう。まあ、ウラガンも母としか言いようがないですよね、確かに。まあ、ちょっとね、美術品関係は全く疎いので、眺めるんだったらやっぱり、タイの可愛い女の子の方がいいかな。シャア大佐が潜水艦隊の指揮官として地上に赴任。もう、マッドアングラー隊だな。うん。で、ドーズル閣下に処分されて、キシリア配下になったはずですよね、アニメの中では。あ、そうだよね。キシリア閣下に起用され、直属の潜水艦隊の指揮を任されることになった。おう。マッドアングラー隊だな。まあ、シャアはまだ、少佐、大佐？キシリアの配下に入った時点で大佐になってるはずですが、いずれにしても、マクベは大佐から少々に召喚してますからね。では、次の話、進みますが、次期主力モビルスーツ、ゲルググにするのか、ギャンにするのか。いやー、どっちかな。ゲルググだとね、ガンダムにも勝るとも劣らない性能になってるので、魅力ありますが、
まあ、せっかくマクベのところにいるのでギャンをしていきましょうか。総合性能に優れたゲルグルグではなく白衛戦に特化したギャン、うん、ギャンにしよう。で、味方が何人いるかですね。あとは、まあ、ガルマがおそらくゲルググを押してくる可能性が高いと思うんで、ここはギャンを押していく、そういう腹積もりで言いましょう。で、潜水艦隊からの要請。潜水艦隊というのはシャアのことかな。では、シャア大佐からの提案。潜水艦隊の指揮官として地上に赴任。当初の任務は北大西洋でのシーレーン破壊でしたが、ベルファスト付近において木馬の艦影を察知。はあ。今、ベルファストに我々も向かってますからね。で、戦力不足のため、フラナガンブーン隊と赤鼻隊を派遣していただきたい。いやー、これ赤鼻出してフラナガン出すと二人とも死ぬぞ。これは拒否だな。拒否。断固拒否しましょう。そうしないと貴重なパイロット戦力である赤鼻とフラナガン、しかも初期の段階から活躍してくれていた二人を失うことになる。拒否。絶対にシャアには味方しない。まあそういうことですね。さて、ではね、シャアに対して赤穴とフラナガンブーンの派遣を拒否することができましたので、このままマドリード攻略を進めていきたいと思います。部隊の編成もね、少し増強していきましょう。ではマドリード攻略進めていきます。スペインもちょっと行ったことない国なんだよな。まあこのコロナが終わったらね、まあ、タイばっかり行ってないで、フィリピンとか、ベトナムとか、結局東南アジアなんですけどね。あと久しぶりにマカオとかも行きたいなぁとは思ってるんですけどね。まあ、少し先になってしまうのかなという感じですかね。この感じだと。はい、これでマドリード攻略戦完了になります。連邦軍の方の師団の数が減ってるので、モビルスーツの配備率は高まってますけど、ここまではすんなり来てますね。ここでゲルググが少数配備されたか。さらにギャンも配備、これで前衛に立たせる機体を少し変えられるな。さらに外攻撃空母も可能。ギャロップからようやくガウに変えられる。これも変えていきましょう。前線より緊急報告。木馬の追撃に当たっていたシャア大佐が、どうした？木馬に撃破され行方不明。マジか。シャア大佐は自らモビルスーツで出撃、モグバのモビルスーツと交戦損傷。そのまま消息を絶ったようです。これはズゴックで行ったのかな、シャア専用ズゴック。また、潜水母艦、つまりマッドアングラーですね。モグバとの交戦により撃沈されたということですね。では、幹部会議、
確認していきます。兵器の改良、何を改良するんだろう。もうゲルググとギャンの時代になりつつありますからね。微妙な機体の改良に、あ、グフカスタムか。まあやりたいならやればっていう感じかな。ではパリ攻略戦に向けていきましょう。先にゲルググとギャン、これをちょっと大量に受注して、あとはガウですね、ガウも受注しちゃいましょう。では編成を見直しておきます。ではパリ攻略戦始めていきます。今回はゲルググを前線に配備してみました。これでゲルググのね、性能を評価していきたいかなと思っているんですけど、ギャンに関してはね、一応受領はしたんですが、今回は編成の関係上出撃させることができなそうなので、一旦このままゲルググを入れて出撃していきます。アイコンがガウ攻撃空母に変わってるね。敵の方はというと、これはビッグドレイ、いやペガサスだ。ジムが配備されたペガサスがいる。これは強力だな。ヤザンも乗ってるしね。他は相変わらずミディアだな。では我々もガウ攻撃空母で敵を迎え撃ちましょう。どこまで敵が進出してくるかわからないので、一旦ちょっと様子見しましょうか。あんまり突出して先制攻撃を受けると、せっかくの最新兵器が撃破されてしまうという、そういう決めも考えられるので、ここは様子見をしていきます。これで攻略完了になります。やっぱり敵の数が少ないと戦い自体は楽ですね。モビルスーツの数が増えてきているとはいえ。では次のターンに進んでいきます。カッカ、ツイマッド社の関係者から非公式の通信が入っています。次期主力モビルスーツの選定にあたってぜひお力をお借りしたい。つまりギャンだな。ギャン、ここはギャンを強力に後押ししましょう。もちろん受ける。できればね、お金も欲しいですね。マクベもね、地球でやっぱり遊びたいと思ってるはずだと思うんですけどね。ここはギャンを採用して、代わりにディベートを受け取りましょう。では、3件。いずれもマクベからなんですけども、昇格、昇進をさせていこうと思います。おお、最後は次期主力モビルスーツ、つまりギャンについてか。OK だ。これはですね、今、単位になっている、まあ、シュタイナー、さらには、このガイア。この二人、さらにフラーナガンもなんですけども、単位から少佐に上げて、ガウに乗せようかなというふうに思ってます。少佐、つまり左官以上にならないと、母艦には乗れないので、今お話したガイア、シュタイナー、そしてフラナガン、
この3人をね、大尉から少佐に上げたいと思っています。ではやっていきましょう。では最後、兵器局からの提案。次期主力モビルスーツについて、ゲルググにするのか、ギャンにするのか。で、我々はギャンの方をね、押していこうと思ってるので、これ事前工作しておけばよかったですね。少し心配だな。まずは、どっちが多いかですね、指示している人数が。ガルマはゲルググ。で、我々は、ギャンを押すんですが、ビッターは、ギャンですね。残り2人、ウォルターとユーリがどっちにつくか、ここによるな。よし。ガルマ以外は全員、ギャン押しだ。ツイマッド社は、相当金を払いましたね。これで、しばらくは、ギャンが主力モビルスーツという扱いになるんだな。では、このまま、一気に強行採決に入っていきます。はい。マクベはね、お金もらってますからね。一気に強行採決に踏み切りましたね。これで次期主力モビルスーツはギャンに決定ということになりました。これでギャンを大量配備できるな。楽しみですね。では、続いてなんですけども、いよいよ、ベルバスト基地攻略に入っていくと思いますので、その準備を行っておきたいと思います。部隊の編成にはギャンをね、当然のように入れていきましょう。では、ベルファスト基地攻略戦始めていきます。ここは連邦も、数は6。6か。要求しとけばよかったな。こっちは5のままだ。少し心配だけど、ここはなんとか勝ち切れるように頑張りましょう。はい。これでベルファスト基地攻略が完了しました。敵の方はペガサス級が母艦として配備されてきているので、より戦力が増してきているなっていう感じを受けましたね。はい。ではね、今回はここまでにさせていただいてですね、また次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。